いや、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。私の愛用のギター、ドラゴンフライっていうの、はい、知ってるな、名前はあんの。最近結構東京の有名な人使ってるみたいですね。手作りじゃなかったね、これ。でも僕のオーダーです。あ、オリジナル。オリジナル。どういうこと？まあ簡単に言うと、うん、こういう形で、うん、こういうパーツは全部これにしてもらって。だからこの形も切って持てんの？はい。自分用に？まあそうです。ほー、やりまんな。しかもそのドラゴンフライっていうのができた時よりも前にできてる。だからまあ言うたらそこのメーカーの第1号機。あはは、自慢しまんな。はい。どういうとこやのこれ。これはまあちょっとまあ一般的にストラトキャスタータイプ、はいはいはい、フェンダーのストラトキャスタータイプ近いんですけど、ちょっと小ぶりなんです、ね。はいはいはい。ちょっと小さめな、小さめです。でまあここの握りもちょっと普通のストラトよりもちょっと薄くて。細くて薄い感じで、日本人はやっぱり外人に比べると手が小さいので、はあ、こう握りくっと握り込めるような感じにオーダーはしたんですけど、あとはもうお任せで、本来はこうピックアップで、本来はこの一本のやつがこうついてるタイプが多いんですけど、もうこれは一応ハンバッカーでちょっとパワーがあるやつですね。まあ僕ハードロック好きなんで。ハードロック好きってハードロッカーや。そういった他のもできへん。そうです。全く持ってます。あんたこれで行ったん、なんかどっかロスかなんか行ってたり。はい、これで、これで行った、はい。ちなみにこれステンレス製なんです。ステンレス製、これがフレットって言うんですけど、フレット、これステンレス製で、うん、本来ギターのフレットって結構減るんですよね、はいはい、こう擦れて、はいはいはい。でもでよくこの辺が減っていって音が詰まってくるんですけど、はあはあ、これ15年経っても減らないんですよ、はあ、で音の立ち上がりがいいと思います。音質はやっぱストラトキャスターの音なの？よりはちょっとやっぱハードですね。ここがピックアップというこのマイクがちょっとパワーがあるんで。パワー好きやねパワー好きやね。基本自分にパワーがあんまないパワー好きやね。ちょっとこれちょっと鳴らさないぞ、これ。まあ、なんかアンプがあったら鳴らせますけどね。ああ